北口浦安駅は千葉県浦安市北栄一丁目にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T18 相対式ホーム2面2線を有する高架駅。1980年代中頃までホーム上の屋根はホーム中ほどにしか設置されておらず、1.2番線ともに中野より西船橋よりには屋根がなかった。快速停車駅であり、 平日朝ラッシュ時の日本橋、大手町、中野方面行きのみ運行される通勤快速は東駅より各駅に停車する。開業から1975年まで快速は東駅を含めた東洋町西船橋間の途中駅をすべて通過していた。2019年3月16日のダイヤ改正より平日朝6時台に東駅始発の 各駅停車中の駅が2本設定された。当駅には折り返し設備がないため、始発列車は、深川県尺行徳分室より改装される。駅務管区所在駅であり、浦安駅、務管区として、浦安地域、東洋町地域、行徳地域を管理する。2015年6月13日から向井や実る、作曲の発車メロディーを使用している。 曲は一番線がーレインザメトロ、二番線がビヨンドザメトロポリスである。2019年度の1日平均乗降人員は82,712人であり、東京メトロ全130駅中53位。東西線の駅としては23駅中、第13位。東西線の千葉県の駅としては、西船橋駅に次い多いが、快速通過駅の火災駅。 西火災駅より少ない。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は以下の通りである。クレストシティタワーズ、浦安リバータワー開業時は、浦安の旧市街地の外れにあったが、その後市街地化が進み、浦安市の中心市街地となっている。駅周辺部では、再開発構想がある。駅南側に、首都高速湾岸線が走る。 浦安駅前交差点には、千葉県道6号市川浦安線、千葉県道10号東京浦安線、千葉県道242号浦安停車場線が、交差する。浦安橋より川を越えると、東京都江戸川区、駅北東側には、市川市との市境がある。浦安市役所浦安市消防本部、浦安市郷土博物館東京米、浦安市川、 医療センター南口駅前ロータリー南口の駅前ロータリーは狭いためバス停留所は駅から離れたところにある。一系統は浦安駅が、それ以外は千葉県道242号浦安停車場線の浦安駅入り口が最寄り停留所となる。なお、舞浜駅が開業するまで浦安駅入り口バス停は浦安バスターミナルを名乗っていた。かつては 浦安駅前に都営バスも乗り入れていた。出店、ありがとうございます。